わかります、ね、お腹大きくなってるでしょ、膨らんでるんでしょ、お腹が。でも出てないもんね、うん、これ反対に言うと出た方がいいかもしれないんだけどね、うん、ごめんなさい、目薬もう出しますで今日ね、はい、でこれ3回はさせてください、はい、あのオフロキサシンという抗生物質の目薬ね、3回はさせておいてほしい。はい、ごめんね、どうぞ。ごめんね、ちょっと落ちてきそう。 OK、 お、1個うんちしてくれた。ここの中にも、あ、してます、いや、あそこにあります、見る前に変えたんですけど、2個か3個してます。でも今陰部見合いしないからさ、うん、あの昨日出したやつね、はい、これをここにちょっと塗って、あと全身につけて軽くブラッシングね。ごめんね、このブラッシングすることも治療ですからね、血流を良くすると。それで今から抗生照射しましょう。はい、はい、抗生症状も3歳あります、はい、100の1分で全身で、じゃあできますね。ただ仕事の時期問題だよね、だからそこはもうできる範囲でやってもらうしかない。ひまわりしか食べなかったですか、他のは食べなかった。あ、手でと今ちょっと見ていただいたんで、粒が大きいのをなんだかんだかじって。あ、かじってます。あ、はい、いいっすね。半分にした方がいいっていうんですよ。こんな感じ、5つ入れたペレットが同じで、はいはいはい、なるほどね、まあ、そのままでかじってくれればそのままでいいし、はい、ちょっと大きいから かじりにくそうだったら半分とか4分にしたらちょっと割ってあげてもいいですよね、はい、そしたらね、まあ、これであとあの昨日出した薬ってあれ、いつまで有効期限、14までですか、はい、14とかって来れました、来れます、はい、あ、大丈夫です、はい、じゃあ今度頑張ってたらね、14の日に見せてください、はいはい、だから観察しながらね、ちょっと栄養補助かけながら、もうこれ食べた方が一番いいから、そうです、それとそれからまあ、はい、ごめんね、こっちで死んでるね、なかなか、どうぞ。食べる、食べるというか、とりあえず口の中に入れるね、あなた。はい、じゃあ全部で5つね。はい、あとは自分で食べてね。おしまい。点滴とか注射を打ちませんのでね。はい、このまま酸素をちょっと10分以上、吸入療法の酸素を10分以上ね、やらさせてください。はい、吸入酸素10分以上。すごいね、今日の朝一番が 1.8 やっていただいたんだけど、ただ呼吸だけ気にしてくださいね、ちょっと呼吸が、はい、あのちょっと早いんですね、そこにそういう時ってご縁しやすいんですね、じゃあ今度はこれでいいよ。